はい、皆さんどうもこんにちは。リブと申します。本日もよろしくお願いいたします。本日はスニーカー会でございます。ということで、ボス。こんにちは。今回は2作ね。はい。リムさんの懐かしかろうものを買ってきました。あ、そう。はい。ナイキとリーボックね。はい。え、どこで買ったのこれ。これメルカリです、両方とも。今回は中古です。ああ、そうなんだ。はい。なるほど。まず上からいきますか。はい。じゃあ。ナイキの、はい、ああ、はい、まず一足目こちら、テニスシューズ？そうです。これさ、いや、テニス部なんですよね、公式の。はい。もともと履いてたやつに近いけど、うん、これだとローカットだな、俺多分履いてたの。そう、多分ね、当時、まあ、復刻したのはこのハイというかミドルというかしかないんですけど。だってこれいつよ、そもそも復刻されてんの。2014年だったらしいです。何回かされてるみたいですけど。ああ、そうなんだ。そう、その当時結構2014年ぐらいの時に結構そのテニスシューズの復刻が流行ったみたいで。え、これ今中古なんだよね、うん、いくらなのメルカリで。7800円。ああ、まあそういう価格か。結構やれてるもんね、もう、うん、まあそもそも復刻してからも7年持ちですからね。そうだよね。まあそれにしちゃ、まあ綺麗な方って綺麗な方が探したんですけど、うん、で微妙にそのもともとのエアテックチャレンジっていうのの、うん、ハイブリッドなんで、エアのシステムはちょっと新しいです。見た目は分かんないんですけど。ああ、そうなんだ。そう、あのフロントの部分のエアとかが、まあ、中に使ってるエアがちょっと今時の。ああ、その完全当時もんじゃないってことね。じゃない。だからハイブリッドって名前みたいですね。何色か出てるみたいですけど。だからかな、やっぱりちょっとデザインがやっぱり当時よりもちょっと複雑になってて、うん、なんかもっと華奢だったんよ、自分の履いてたのは。そうだね。だからその牛、うん、なんかそれがなかったような気がするんやなっていう。うまい。だからこのインク飛ばしてあるデザインは当時あったけど、うん、あとこのエンボスのね、うん、ナイキのロゴとかはまあその雰囲気が残ってるなっていう感じ。怖っ。でもこれ相当壊れそう。なんかまあ14年でしょ。14年でしょ。そう、まあ試しに履いてみたら。サイズ感？うん。28。俺の足がでっかくなった。太った足。20、これも 7.5 ぐらいに近く感じない。あ、そう。ワイザー狭くないけど、縦がなんか。へえ。やっぱ自分たちがあれかね、思ってる感覚が変わった。多分はね、昔のってそのもんだったのね。かもしれない。か、まあ復刻して小さくなってるか、本当に。なんか結構小さく感じる。うん、そうか。まあデザイン的には結構今と高くていいかなって感じがするけど。うん。その装備の加水分解だけ恐ろしいのは。そうだね。また、まあでもまだ柔らかいから大丈夫かな。うん、なるほどね。そう。その程度にビジブレイヤーは剥げてきますんで、普通に。うんうん。なるほど、確かに懐かしい系ですね。思い出していただこうかと思って、そうってやつです。はい、ちょっとじゃあ2足目いきます。ポンプね。はい。お、これは11なのね、サイズ。そう、これはね、ちょっと大きいサイズしかやらない。うわ、これは。はい、2足目こちら、チャンジャン。チャンですよ。なんだっけ、コートビクトリーポンプ。ポンプ。もう名前覚えてないけど、これもテニスシューズです。ここがね、テニスボール。そう、さっきの、あの別動画で紹介してる。そうそう。オムニゾーンとはそこが違うんですよね。うわ、懐かしい、これ。でしょ。これはね、履いてました、本当にテニス部の時に。田舎のテニス部だからさ、うん、全部クレーコートなのよ。そうね。やってんのが。芝なんかないよね。いやいや、これでってあれだもん、ハードコート用だったと思う、多分。ハードの芝じゃない。あ、芝かな。芝でしょ。まあどっちでもいいんだろうけど。うん、でもね、もう
クレーは地獄だった。クレーはスパイクタイプじゃないと無理ですよ。めっちゃ滑る。でもこのポンプのこれを履きたいがためにただ履いただけ。今だと足を切ってやりそうだよね。それでテニスしたら。なかなかそのミドルカット自体、まあさっきのナイキもそうだけど、うん、まあ、当時にしては結構斬新というか、そうだテニスシューズでこういうの。ちょっとその年代が走りですよね。トレーナーから始まったらしいですけど、そうそうそう、あの履きにくい系の、そうそうそう、ミドルベルト付きとか、そう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 。いやこれはでも本当懐かしいな。え、これももちろん復刻なんだよね。これも復刻です。2014年かな、同じで当時1万7000円で新品。なるほど。え、これ一応中古なの？これ一応中古ですね。まあほぼ履いてないみたいですけど。ああ、なるほどね。デッドストックに近いので12,300円、ね、いくら？12,300円でした。おお、まあまあしてる。まあほぼ新品同様なんで。うん、これは確かに懐かしい。え、2004年、この7年落ち？そうですね、2014年。やっぱさ、7年前のさ、このレザーのクオリティの低さね、うん、そうね、最近ってすごいなって思いますよね、うん、それ見ると。わかるかな、このなんかビニール感。そうそうそう、これリーボックのせいじゃないと思うのよ、多分。いや、でもリーボックだからかな。いや、でもだってナイキもね、これも、うん、ビニール感。まあ、だから7年でこんなに変わるかね。そのさ、なんていうの、ボコボコってね、なるんだよね。そうそう、今のやつ多分ならないもん。ならないよ、こんなに。でもさ、バッシュ系ってなってないんですよ。僕ほら持ってるじゃないですか、10年以上前のやつ、うん、そんなんなってないもん。もうすごいもん、ビニール感がね、なんかあの偽物っぽいよね、うん。ポンプ生きてんのか。生きてんのか。履いて試してみれば。これね、確か履かないと入らないですよ。え、本当？あのね、あんまり入っていかない。押さえてないと。あ、そう。うん。これでかいからそこも入るでしょ。いや、全然入るけど、サイズは。閉まってる。でかすぎて全然わかんない。入ってるのか。これが入ってる、いい感じに。なんかプシュプシュなってるっぽい。ここがってことでしょ。そうだね。でもさ、抜ける感じがないんだけど、押すだけで。そう、抜けてく感じが。あ、抜けてるかもしれない。あ、そう、うん。まあ、当時から意外とそのポンプってさ、ポンプっぽくなかったんだ。ちゃんと入らないんだよ、最初から。あ、そう、全然覚えてんだよね。使ったことないけどね、最初のものは試してやってみる。機能として生きてるのかもしれない。生きてるのかわからん。まあもしかすると途中のあの、なんて言うんだろう、ホースっていうかがやれて抜けちゃってるかもしれないですよね。さすがにそればっか開けてみれないのでわからないですけど。そうだね、確かに機能としても生きてんのか死んでんのかもよくわからない。まあビニールだしな、なんかはね。そうそう、多分ね、うん、だから大体ね、エアー系もそうですけど、うん、中からやられるんで見えないところが。まあそうね。いや、ただデザイン的には非常に懐かしい靴でしたね。こんなシンプルだったんだね、うん、今思う。今見るとしょぼって思う。しょぼいけど今時にないこの蛍光カラーね。いや、でそのそうそう、やっぱこの中途半端なダサさというか、うん、今見るとね、今見るとね、当時は最新鋭だったけど。そうそうそう、本当にね、やっぱ30年の時はでかいよ、ね、そうだ、今となっちゃう監督だからね、マイケルちゃん。そうそうそう、コーチか、ケンちゃんが、ケイちゃんがね。そう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 、そう、うちのおふくろはちなみに教えてもらってました。ああ、写真あったね、マイケルちゃんと一緒に写真撮ってるのね。そうそうそう、覚えてる、それ見せてもらったの覚えてる。当時俺も試合は見に行ったんだけど。ああ、そうなんだ。行った、
そうそう、あの成功スーパーテニスね、当時のだから今のみんなコーチたちが現役だったの全員来てたから。そうだね、要はバブルだったから、お金、日本にお金あったからみんな来てたもんね。そうそう、目の前の試合がマイケルちゃんだった。へー、たまたまね、それはアガシ見たくて行ったんだ。そうだよね、アガシ派だったもんね当時。俺はもうアガシ派だから。いや、なかなか懐かしい靴でした。はい、今のファッション的にどう合わせりゃいいのって感じだけどね。もうテニスウェアやっぱりテニスもガッと張り替えないと使えねえな。ラケットは多分数年前までやったからあるけど。あ、そう、うん、どっか行っちゃったラケット。会社のテニス部っていうか、あのサラリーマンだった時にやってて。あ、そう、うん、もうできねえな、うん、走り回れない。走れない。ホームランしか打てよ。はい、ということで今回は思い出会みたいな感じでした。はい、はい、まあスニーカーはね、またこんな感じで紹介していこうと思うんで、ぜひチャンネル登録、グッドボタン押していただけたらなと思います。はい、ということで本日最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。